よく言われますけれども、イスラエルにおける理想的な王とかですね、それこそキング・オブ・キングスですね、王の中の王、あるいはまたメシアの雛形など。今ここにあるのは、実はそのアメリカから来た宣教団の人たちが日本の、 女子教育ですね、婦人たちの教育が非常にプアである、欧米に比べて非常に乏しいということを指摘されて、日本の女性たち、女の人たちですね、婦人たちにもっと豊かな教育の環境を与えたいという願いを強く、感じて、そういう必要を強く感じたらしいんですね。そしてこの場所にですね、日本の女子学生のための寮を作ったんです。寮って言ったのドミトリーですね、を作りました。それは戦争のためにその寮そのものはもうなくなりましたけれども、その土地があったんですね。でその土地に教会を建てようという人たちが集まってきて、そして昔のような教会を作りましょうということで動き出したんです。でところが日本にはそういったそのユニバーサリストの進学校というのは本当の昔にはそういうものを作る動きあったろうように聞きますけれども、戦争の前後にはもうそういう進学校、ユニバーサリストの進学校というのはもう全く日本になかったんですね。ですから ここに連れてきた牧師もどちらかというといわゆるオーソドックスの牧師でした。でその時代が20年ぐらい実は続いたんですが、1950年ぐらいですか、アメリカのその頃まだユニタリアンとユニバーサリストは要するにアソシエーションを作ってなかった時代かもしれませんね、あるいはそうできたばかりぐらいかもしれません。で昔自分たちのアメリカの中でですね、自分たちの先輩が日本に行って伝道したという記録があるけど、今どうなってるだろう、一回見に行こうというので、フィッシャーさんって方が日本に見えました。で私もその方にお目にかかったことあります。そしてまだ細々と活動をしているということを知って大変お喜びになったんだと思います。基本的には、今日ご覧になったのが中心的なサービスのスタイルだと思ってください。ただ要するにラストサッパーですね、それは年に、昔は年に1回だったんです。要するにそれはイースターの直前ですね。だけどももっとそれをたくさんやってほしいという人がたまたまいたもんですから、今では年に3回か4回やってます。